今現れた精霊のコードネームはハーミット。精霊の中でも気性のおとなしいタイプだと認識されているわ。なんですって、ハーミットに会ったことがあるっていうの？神奈月、1号機に切り替えて彼女を攻撃しているのは誰だか見てみましょう。どうやらもう AST に狙われたようね。ターゲットロックオン、ハーミットに対する作戦開始。緊急事態よ。それも多分最強最悪の。私はいらない子ではない。それ以上の愚弄は許さんぞ。おい、なんとか言ったらどうだ。返してください。早くどうかを止めなさい。ヨシノの精神状態まで揺らぎまくりよ。私はここにいてはダメなのか。私よりもこの娘の方が大事なのか。ザドキエル、このタイミングで天使を権限。まずいわ、逃げなさい。交換条件、ここから毒代わりに私の要求を一つ無条件で飲んでほしい。あなたは八咫神トーカのことをトーカと呼ぶけれど、私のことをトビーチと呼ぶ。これは非常に不平等だから、私のことも折り紙と呼んでほしい。力頼りで強引に結界に入るつもりじゃないでしょうね。あの時とは状況が違うわ。霊力を感知されたらすぐに効率化されるのよ。言ってる意味がわかる？途中で力尽きたら間違いなく死ぬわよ。止まりなさい、お兄ちゃん。暖かくって綺麗。